はい、水野崇福寺さん、斎藤明珍ですね、こちらですね、なんと関白、一条家からですね寄贈された、中門中門と土の塀土塀ですね。まあ後世に少し直してるみたいですけども、まあ、何しろですねこっちのこの門がすごいですよ。これですよ。斎藤家はですね、明珍公はまたちょっと別なところで話しますけども、時計が、ね、主計でですね、守護代、もともと斎藤家って斎藤別当ですよね、鎌倉時代から続く名門の家柄ですけども、とりあえず家のことはまた別なビデオでちょっと見てください。まずここをね、これ復元というか直してるんでしょうけど、ここに書いてある通りですよね。関白の一条家ですね、金吉卿ですね、寄贈のものと、明珍公ですね、一条公の、美濃にですね、美濃結構さっきも言いかけたんですけど、結局京都からですね、結構公家とか、武将とかそういう方が結構いらっしゃっててですね、信長公も後にいろいろ歓待してますけども、この時斎藤氏もですね、一条家とのつながりを持ったというところでですね、その、縁でですね、李天一さんを、要はお嫁さんにいただいたということになりますので、斎藤家、明珍公がですね、ちょっと家系図もかなり複雑なんで、一言でちょっと言えないんですけど、こちらはとりあえずその寄贈されたものということで大事にされているということで、崇福寺さんにあります。でこちら配管ということですけどね、中の配管をさせていただくには、あれなんですけど、こちらの方ですね、ちょっと明珍公の今日はいろいろ回りたいと思ってますので、はい。